よっしゃ。前回カラオケだったの、今回もです。そう。今回もカラオケ。前回ね、すごい休んでましたからね。ね、はい、前回4人しかいなかったね。そう、4人しかいなかったっすね。フルコーラスはエグかった。やばかったね、フルコーラス。エグいかっていうか、ディズニーの感想の長さがやばかったっすからね。先週出てないっすよね。初っ端でね、初っ端でね、小太郎さんが歌うディズニー。ディズニー歌ってんのに演歌って書かれる。誰やこの歌演歌って書いてある。聞きたい。聞きたいじゃないよ。YouTube にあります。今日美女と野獣の歌も。じゃあ今日行きますよ。今日もですか。今日も美女と野獣歌うんですか。とりあえずトップバッター行きます。やりますか。今日も美女と野獣いいんですか。え、順番どうで行きます。順番は本当にこれ引いたテープ。引いちゃってください。引きましょう。早速。前回と同じ方式なんですけれども、カラオケを歌って点数を採点していくということです。で、まあ一番悪かった人はまた MC を、はい、来週の MC は一番点数が低かった人になるという罰ゲームなんで、メンタルも前回の記録、僕を超す人現れるのかな。前回はですね、あのなんと山本キッドエリーさんが母国カンボジアの国歌を歌って、はい、ダントツの1位を取るっていう MC を喋ってる。そうなんです、ありがたい、ね、そういうことで伝説の回だったので、ぜひ YouTube で見てください。ただ僕、今日はあのワンコーラス、ワンコーラスだから確かに国家どこで聞くか分からないからね。君が代の2番だったら、ちなみに僕あのパキスタンじゃなくなったんですよ。パキスタンだ、どうなったんですよ。パキスタンだったんですよ。39のコメント、コメントペペ、エスカルゴのバック、エスカルゴ、エスカルゴって名前変わったんで、エスカルゴになったんですか。実はもう人間ですら、なんか外人枠から昆虫枠に、ごめん、昆虫じゃない、全然昆虫じゃない、人じゃなくなった。もうつまり昆虫ってちょっとバカっぽいからダメですね。虫ですね。そうなんです。ちょっと荒れるかもしれない。荒れましょう。エスカルゴとりあえず僕にみんな勝ってる。前回一番だったんですよ。ね、前回ありましたから。先に引いたらもう小太郎さんでも。嘘でしょ。それどっから引いたらどうだったんですか。じゃあなんか最初かけるさんだったんですけど、かけるさん休みだったんで、もう次がかけるさん。かけるさん。あら全員だ。あ、救世主。これで一番になります。じゃあ僕が。あ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ほら、あの、おはようって挨拶がね、全国に流れるあります。おはようございます。来れます？あ、どうぞ。新人の。あ、そう。はじめまして。はじめまして。職しちゃった。これ壁がある。壁があるから。今日ははじめましての人が、新しい子が入ってきてくれるんで。おろろ。挨拶の方をお願いしてもよろしいですか。あ、僕のことですかね。はい、おそらくそうです。めっちゃイケメンなんだけど、めっちゃイケメンなんだけど、やば。これはなんか、次はクラブウィズのタケルです。クラブウィズのタケルさん、タケルさん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。結構トーク中しかと思えば、今日はカラオケか。そうそう、今日は喋んなくていい。カラオケね。なんでパッパと、あ、顔を打っていきましょうね、今日はね。やっていきましょう。やっていきましょう。もうエスカルゴってコメントがパン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 、ね。はい。僕ちょっとね、今日コメントでしばかれるんで。え、マジで歌うの？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 これからマジでやる。時間ないで、時間ないで。前回見てない。レロってワンコーラスで。もうこの順番で良くないですか？あ、そうですね。この順番でちょうど下なんで、鳥は。え、マジっすか。鳥は。あ、じゃあ、はい。鳥は。もしかしたらワンチャン歌わなくて済む可能性があるのか。あ、なるほど、確かに。で、僕前回本当にディズニー入れて、まあ、めちゃくちゃ演歌と戦ってる人が後悔したんで、みんなホストっぽいの歌ったから、うん、まあ、ラストン感のあるものが。おー、ラストン感、俺がっつりどんぐりコロコロ歌う気まんまやってる。入れましたので。え、これ結構ガチン採点するの、本当に。もう最近入ってる。ラストの伊達に何度か終わって最近入ってます。あれ
あれあんなところに画面がありまして、ええ、いい声いっぱい書いて面白いですからね。これ OK や、ほんまや。中西純さんが歌うんですよ。すげー、見えてますかね、皆さんにはね。赤西純の赤西純ですよ。クラシックでございます。君には他の誰かがいる。歌いにくい。やばい、やや。それでも二人は会えたね。二人で見た夜明け間の色、綺麗な紫だ。ダル歌いにくうわそれ超音痴だからやらなきゃ本当にカラオケベッド怖いんだよ。いやこれいや本物やん、ほんまにラストやんこれ。たけるさんファンにお願いします。気になり歌うんですね。いやいやめっちゃ音痴だけど練習代わりに歌うって感じ。そうそうや、なるほどね。待って、自己紹介を含めて歌音名前と歌声だけ覚えてないのね。くしゃみが来る、くしゃみが歌う歌は元気です。また国歌ですね、これ国歌です、国歌です、国歌です。前回元気キンズで一応撮ってるんで、はい、歌はマジで君が一瞬でも何本物の前にいなくなると僕は不安になるのさ。君の一瞬話さない、話したくない、もう君以外愛せない、他にどんな人が現れても、もう君以外愛せない、今ここに君と約束するよ。たとえこの世が滅びても君と誓った愛は永遠だから、きっと二人は幸せさ。ずっとね、ずっとね。誰ともうまいよ、誰ともうまいよ、めっちゃ落ちたな、本当に。右側のうまいですよ、こっちは。ああ。
ル自己紹介したよ。自己紹介を兼ねてお願いします。めっちゃオチだから、あ、未来のカリスマホストたちっていう、あーそういうね、小袋狙ってきた。ちょっとかけてみました。未来の歌うまホストたち、歌うまホストたち、歌うまホストたち。出身めっちゃ長い歌い、めっちゃ長い歌い、カプセルリズム小袋ですね。僕が胸を忘れそうな時、教えてくれる、あ、下手くそや、慣れた二度目の春を連れて歩いて、きっといつか同じ枝の上、咲いてみたい。これは言ってるけど結構まあ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 78点、まあ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 78点。まだね、リクさんがライバルですからね。前回の歌は最下位だったんで、前回リクさんが前回最下位だったんで、自分でからの歌やべえ、歌いづらい毎回。そう、まさかね、まさかの一番一番だけです。え、これ後ろの背景、名古屋テレビ塔からでした、ね、歌う、歌う。いやね、さっき、はい、サザエさんじゃないの、サザエで、あ、コメントで、ね、リクエストがあったサザエさん、リクエストがあったサザエさん、優しい、優しい色気やった、はい、ちょっと酒焼けでね、優しい、はい、優しい色気、はい、声が出ないんですけど。いや、出へんよ、絶対。どんなんだっけ、これ酒も、ちょこカフェに戸惑う弱気な僕、通り過ぎるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある、止めど流る鮮やか水よ、手製の巡り会えた時から
めっちゃ上向きのこうっていうこうっていうこう持ってましたからさあ何点あんまり歌ってる子を見られたくないんですよ完全に真上にマイク向いてますよあーよかったよかったはい世界高い世界じゃあここで前半組が歌い終わったところで CM をどうぞどうぞ帰ります。たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。行きましょう。張り切って後半行ってみましょう。文家かなさん。大丈夫。文家かなさん。文家かなさん。おっぱいがいっぱい。あのかの有名な文家かなさんのね。文家かなさん。おっぱいがいっぱいでございますね。おっぱいがいっぱい。ね、誰だこの歌いたいのは。埼玉県民なんで歌います。おっぱいの歌。悪くね。県民歌います。悪くね。僕が飲んで妹も飲んだのにちっちゃくならないママのおっぱいお風呂の中でしてもらったゴロのマリみたい。僕が飲んで妹も飲んだからおっぱいが出ないママのおっぱい罰ゲームじゃないよ罰ゲームで思い出せないたくさん飲んだはずなのに知らんいっぱいおっぱいがいっぱいおっぱいがいっぱい嬉しいな触りたい触りたい触りたい深刻なおっぱい不足だもんすごい逆にあの音程のあれがねグラフがねずっと下にあるからよかったねどこによかったねお前ほんとにカラオケダメで MC やりたがり一番のカラオケ歌ったら一番の一番後ろほんとにマジで415人で俺ちょっと昔だったこれも入れちゃった方がいきましょう。これ男気ですよね。男気最初に言っておっいいヤスヴァンパイアヤス渡部じゃなくて渡部の歌ってないこれ最後だけで歌う曲になってますけど恥ずかしいこれ公演になるとどうしよう最悪ね最悪どんだけ舞台に見た目とおっぱいしか頭にないよ欲望舞台見た目は大丈夫かな口役立たないインスピレーションあなたって僕愛してあなた見つけて上手
突き上げてウェアボリさせてハマらせてバイブレーション落ちてからやっと気づいたあなたはバンパイアカラメルスターを切り落としてやりたい愛ぐすぐ指を出し折りたい噛みつきたくてもあなたは未来心を覗けほら何が見えた情けなくていいそばにいたいだけ何もいらないけれど証しをください誰も見えなくて壊れてしまいそう全て吸い取って俺の罪まで望みは落ちるわ望みはこれで落としたんですかバンパイアね休憩俺はこの時点で負けてるダメから俺負けてるからね安定感から負けてる安定感お、トリプル A じゃないんだ毎週これ言わせるんですか毎週言わせるんですかそこは日誌っていうやつをこれでみんな終わったからこれ最後かなそうです赤西ちょっと待ってこれ最後かなボケっぽいってしないでしないで先にしいいね先にしいいよ先にしいいとか嫌いとか簡単な言葉で伝えることができない前回リクさんがピリだったから呪いがありますね一年に一度の特別なこの日を何度でもいつまでも一番近くで無邪気な笑顔変わらない仕草一つ一つ全てが宝物あなたが ロベがちょい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 いやみんな僅差やったっすね今の僅差だったね接戦でしたね接戦やったわいいバトルしましたねやっぱりいいバトルしましたまだ95円がね最初の2人が95円でした最初やっちまいましたね最初2人がちょっとうまいリクさん歌わないっすか待っていいっすそんな変ね真面目にみんな歌っちゃっていいっすかいいっすか俺全身ライブでネット滑ってるからねえ本当に僕歌いたくないっすよ歌いたくないっすよねラストはリクラストはリク担当しげやかなどんぐりコロコロで締めますかいやコロコロ締めます全力のどんぐりコロコロ大音量マジで言ってますね絶対父おもげかどんぐり父おもげですね父おもげガシュガシュガシュもうじゃあ普通にニッシーさんかニッシーかトリプル A でいいですかおトリプル A をお願いしますニッシーさんの直後に歌うっていうねエターナル取られたからやり返す感じでエターナル取られたんでありがとうございますあ、可愛い音かな、マンソラ
有名な。これ誰かもう一人歌ってくれないかな、西が。西が。西が歌ってくれないかな。僕の歌って点数下げましょう。女の子ファン。全然下げましょう。下げましょうか。それありだわ。それありだわ。それありだわ。どうしようね。あ、歌ってくれるんですか。いいっすよ。でも分かる気がないよね。漫画見せます。漫画見せます。怖くて言えず好きだよと好きだよね。その手は溶けてく。君との時間が一秒でも長くなるならずっとじゃなくていい。願いかける恋をととはなぞら。おいおい、おかしいんじゃないかこれ。これおかしいんじゃないのか。いいのかそんなことが。いいこれは。君と離れて帰る。いいぞ。土砂降り雨の中、どんな日はか、ならず傘を届けに行った。いつもの待ち合わせの場所、いるはずのない面影待つ。傘もささず、ずぶ濡れた君はそこにいた。ガジカンが手を温めることがもう一度できるなら、始まりの時まで戻りたい。好きだよ。笑う先に勝っているぞ。俺と同じよ。でもない一周うちらで行った。ああ、分かった分かった。もうこれで終わりましょう。来週はジュンさんが、ジュンさんが MC やってくれる。なるほど。いや、夢のコラボレーションが聞けた。これの授業入れとテンション高いところ俺ですからね。俺とユキさんのところが高いな。間違いねえ。頑張ります。じゃあな。来週も。